ありがとう、オッチン。行きましょう。オッチンがいなきゃ私はここまでゲームを続けられていなかったと思います。8回 100% 8回ってえぐ、何回まであるんだろう。20回くらいまであるのかな。8回で 40% だから、まあ20回くらいまであると考えて良さそう。あれ、雨雲キャノン。しかも待って、水どうすんのこれ。どうしよう。青ピクミンめっちゃ少ないんですけど。そしたら、待って、凍らせたりもできないか。ちょっと氷ピクミンを青にするか。戻していく。さっき青を氷にしたけど、今度は氷を青にする。青ピクミンが足りません。で、青ピクミン以外ここで放ったらさ、溺れて死んじゃうぞ。青ピクミン24匹か。絶対足りないでしょう。青ピクミン100ぐらいで来たい気持ちなんですけど、一旦これ出てさ、入り直すでもいいよね。それありな気がするな。ここが9階だから、9階から来るっていう風にすればさ、一旦地上に出ましょうか。それかさ、氷ピクミン50で、確かあの水が凍るってなってたから50で凍らせてもいいよね。それもいいな。ここに氷ピクミンを放って凍らせて足場作りましたと。この感じで。でも笛吹いたりするときに回収しちゃいそうな位置だなこれ。ちょっと一旦来てね。とりあえずこれで戦ってみよう。あいつは下からポイポイして、レーザー放ってきそうになったら、あ、放り出した。放ってきそうになったらこういう壺に隠れればよい。このさ、この陶器壊れるの早くないですか。どう考えても早くないですか。そしたらあのレーザーをしてきそうになったら、こっちに隠れるか。ここに隠れれば絶対大丈夫でしょ。よし、やってやろうじゃん。危なー、全然効きませんけど。危ない。おお、みんな頑張ってくれー。やっぱ氷ピクミン来ちゃった。氷ピクミン来ちゃった。やばい。びっくりした今。42匹死んでたよ。恐ろしくない？青ピクミンどんだけいてもさ、いっぺんに50匹投げられるわけじゃないところがちょっとね。あれかな、ここ凍らせちゃうんだったら青じゃなくていいよね。そんな気がしませんか。青じゃない方がいいのかな。火力欲しい。氷50と火力で押し切れないかな。それか、凍らせる。これで、うわ、この壁が壊れることは絶対にないんです、残念ながら。この回の最初からやり直してみるか。凍らせて倒しちゃうのありだな。凍らせて倒すのなんてさって最近思ってたけど、
倒せるのならさ、こいつ倒すの難しすぎるもんな。いける？うわー、放たれた放たれた、死んでる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 、普通に死んでるから。突進して凍らせてから激辛スプレーとか。でも壊しきるまではいかんのか。やば。死ななかった。あのレーダーでめちゃめちゃ狙われたのに。わあ、びっくりした。氷ピクミン殺される、もうダメだって思ったのに大丈夫だった。マジでちょっとずつしか攻撃できないけど、安全をとってこうしていくしかないよね。はい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 、行くよ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 、逃げてね。危なー、あと2回か3回かな。押し切れ、やった、押し切ったぞ。よく頑張ったねみんな。このメンバーで次のフロアは多分微妙だな。よし、全部運んだかな。9回 100% 着々とお宝を運んで、もう48分の16個。あ、ドドロじゃん。しかも光ピクミンいない。どうしましょうか。普通に生まれてるし、光ピクミンのいない状態でドロドロとか無理なんですけど普通に。うん、しかもあれだね、人数が今いっぱい、100匹いっぱいいるから使えないし。音楽怖っ。なんでこんな音楽なんでしょうか。これ光ピクミン以外で倒したことないんですけど。正面から突進したら攻撃できる？あー、怖い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 。あー、危ない。青鬼さん、うん、このまま探索を続けるのはとかいう話じゃないです。初めて全滅した、実感を巻き戻すに決まってるでしょう。どうするのかなあれ。まあこれは生まれる前には壊すことできないけど、顔に投げていく。なんか無理ある気がする。光ピクミン50匹とかが欲しい。でも光の種さ、今52個しかないから、52個を使っちゃったらさ、夜の探索で使える分が。まあでも夜の探索ももうあれかな、行かないのか。ルーイ助けたらもう全員だもんね。葉っぱ人の治療全部終わってるんだもんね。じゃあ光の種、光ピクミンにしよう。光ピクミンを50匹で来よう。はい、ドドロが生まれてはいますが、光ピクミンをどんどん生まれさせてます。
光ピクミン以外は赤ピクミン50匹を連れてきたけど、ここで戦わせる気はない。よし、そしたら光ピクミン以外を置いていきましょうね。そしたら激辛スプレーで、よし、やれ。うわー、怖い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 、よくやってくれた。怖すぎる。ドロロ怖い。あー、みんなで運んで、めちゃ怖かった。光ピクミンがこんなに頼りになる時が来るとは。夜の探索ではまあいつもお世話になってるけど、洞窟でさ助けてもらったことってまだないんだよね。ありがとね、本当に。なんて頼りになるんだろうか。普通に普段から使えるよね。ありがとうございます、光ピクミン様。うん、ドドロがいただけでこの回はおしまいだ。光ピクミンスーって戻ってきてくれてマジで助かる。戻ってきてくれる能力、他のピクミンにも欲しいところですけど。ついに王の穴は調査率が 50% になりました。でもまだまだお宝もいっぱいある。あ、またルイ見つけたぞ。なんでよ、一緒に帰ろうよルイ。出て行け。なんでだろうね、なんでそんなこと言うんだろう。どこまで逃げるんでしょう。この程度で諦める我々ではない。オッチンを直すためだ。まあオッチンを直すためなんですけど、ルーイがああやって逃げていくこと自体すごい気になるよね。なんでなんでしょうね。ここには大きいボスがいるというよりは、ちっちゃいけどちょっと強い敵がいる感じがするぞ。こいつ突進効いたっけ、なんか忘れちゃった。あー、いけるのか。捕まってない。うわー、食われた。早いよ。よしよし、やったやった。早い早い。危ない。無理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 。すごい狭いところに追い詰められたわ。よし、2匹やった。あと1匹。背中から真後ろから突進したい。真後ろから突進したい。あよし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 。よくやった、みんなよくやったぞ。よしよし、みんなで運んでね。あとは回収してないものあるかな。あ、こんな端っこに。なんか光ピクミンと赤ピクミンで無理やりやってしまったな。おお、引っ張り上げた。それあんたたちだけで運べる？水がないとこ通っていけるか。ここ通ってくればいいのか。よしよしよし。よし、運び終わったぞ。次のフロア行こう。ここもちょっと広そう。あー、でもここにはボスがいそうだね。なんだこの音楽は。不思議音楽。あー、絶対変えるじゃん。そんな気がするけど違うかな。変えるじゃないかな。紫ピクミンにできるの？紫ピクミンだったらあの蝶々を、蝶々をやっつけるのが早いとかかな。全然だけど。
大丈夫かな。真ん中に敵が出てきそうじゃない。出てこない。本当かな。疑わしいぞ。まさかこれでおしまい。ここの広い場所そんな都合いいことある。怪しい気がする。そんなことない気がする。どうなのかな。わかんない。怖い。疑わしい。こんなに広いのに、こんなに広いのに、本当に誰もいない。敵がいそうでいない。この穴に入って向こうから出てくる抜け穴かな。出てきました。でこっちに、これは、あ、びっくりした。これ敵かと思った。敵じゃない。よし、回収できました。あー 100% になった。何？ 12 階ちょっとサービスエリアだったじゃん。サービスエリア？サービスエリアって車で行くとこ？ボーナスステージです。何の勘違い。ボーナスステージ、お花が咲いてて蝶々がいるだけだった。すごい警戒して進めてたけど敵いなかった。こういうステージもあるんだね。嬉しい。なんだかんだで 60% にまでなってますよ、王の穴。今のがボーナスステージだったから次は全然普通に難しい。あ、あいつは、ちょっと待って、びっくりした。毒、毒キノコか。毒キノコとあいつやるのに何がいいかな。ちょっとね、違うピクミン連れてこようかなって今思ってて、白ピクミンいっぱいの方がいいかね。あ、なんかでも壊してるな自ら。まあでもなんかこのメンバーでもいけるかな。光ピクミンはさ、一回外に出ちゃうといなくなっちゃうからさ、もったいないじゃん。せっかく50匹もせっかく出したんで、ちょっとこの辺壊してもらいます。これ壊してほしい。そう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 、オッケーオッケー。今度はこれで、これをスロピクミンに変えましょう。このちょっとへこんでるエリアって見つかるかな。大丈夫かな。オッケーオッケー。そしたらこの辺壊しつつ、やばいやばい、見つかりそう見つかりそう。ちょっと見つかってる気すらする。こっちーん、こっちおいでー。ごめんねごめんね。あとはこれ、おいでおいでおいで。よし、無茶しないよー。そしたらあいつには普通に確か後ろから突進して、剥がれてる剥がれてる。でもう一回突進だ。いい感じいい感じ。あ、お腹に乗せた。あー、よかった。危なかった。今近海に潰されるかと思った。あー、これを地に運ばせようね。おー、いつ見てもすごいな丸のみ。これで、これで終わりかな。 100% になってる。よく頑張ったみんな。よし、次のフロアに行くぞ。14階、調査率は 65%。 かなり深いとこまであるぞ。あ、あいつはスポッて入れるやつか。スポッて入れるやつ難しいんだよね。
速バレてる音がする。あー、しかもあいつもいる。あいつ先にやりたい。あー、いや、嘘、こっち来るの？やめて。あれ、今さ、岩転がしてきたよね。あの岩はここにぶつかって壊れるんだ。拠点には来ない。あの芋虫先にやった方がいいか、先にやった方がいいか。あいつ、ああ、何匹もいるの。危ない。なんて危ないんだ。危ない。潰されそうだった。危ない。待って、危ない。全然あそこにさ、岩出してきたら正面からスポッ、よし、入った。スポット入った。よし、無理しない。死んでないですか。危な。入れ、スポット入れ。よし、いける。よし、やったー。みんなすごーい。よく頑張りました。わー、かわいい。ピクミンかわいい。絶対に死なせたくない。なんだかんだでこの異色なメンバーで来てるな。あのスポってはめるやつ難しいよね。タゲっても必ず入れられるわけでもないというかさ。よし、行きますよ。14回 100% になりました。着実に進んでる。わー、洞窟の中だけどさっきと全然違う雰囲気。あ、またルイいる。おいでよ、しつこい。ここに住んでいたいのかな。着実に追い詰めているな。洞窟の底も近いのかもしれませんね。あいついる。あいつがいますね。ここ広いのかな。あ、ちょっと広いし、なんかこの辺複雑そうじゃない。ここって何？あ、沼！何でもありかい。ちょっと待ってね。あの水どこまでしぶき？あそこだけか。オッケー。そしたらオッチンに行ってもらおうね。危なっかしいので壊していただいて。なんか襲いかかってくる音楽聞こえてるけど、ちょっと無視です。ここは沼で、こっちは水か。他に壊した方がいいところはあるかな？大丈夫かな？あいつは足から上によじ登っていく感じだよね。ということは、白も紫も赤もちょっと危ないんだよね。よし、オッケー、そういうこと。青ピクミンと光ピクミンなら大丈夫。これオッチンの突進で足ビリビリするかな。全然しないじゃん。危な。なんて危ないんだ。ほとんど効いてませんけど。登っていってるな。潰されてる。しにくいんだよね。ちょっと水辺に戻ってもらえませんかね。よし、こっち戻ってきた。こっちに戻ってきて、もう一回やれば多分やれる。光ピクミンを解き放つ。突撃笛して、
そうになったら激辛スプレーして。潰された潰された。あ、ちょっとなのに。この水辺にいる間にちょっと降りて、オッチェからオッチェから降りて、光ピクミンと青ピクミンを解き放ちます。で、上に登ってもらって、上にたどり着く頃に激辛スプレーする。で、頑張って殴ってもらうんだけど、ちょっと待って、潰されちゃう潰されちゃう。生きてる、一応100匹生きてる。これで沼に行ったらさ、うまく攻撃できないから、ちょっと沼に行ってる間は見守ります。1回であそこまで削れるから、60匹いれば。だから死なせないように突撃笛して残りを削る。青ピクミンいなくてもいいな。青ピクミンと光ピクミンをさ、両方解き放とうとするからやられちゃうんだよね、うまくやれなくて。あ、よし、帰ってきた帰ってきた。で、この端っこまで来たら多分休憩みたいな感じになるから、休憩っぽくなったら、ちょっと怖い怖い、潰される。よし、休憩っぽくなった。で、激辛スプレーでちょっと使うの早かったかも。潰されちゃう潰されちゃう。あとちょっと、ちょっと、やっ、100匹生きてる。ね、倒すことだけだったら簡単だと思うんだよ。潰されながらもさ、 2,3 匹潰されちゃってもいいやって気持ちでやってたらもうちょい簡単なんだけど、脳犠牲でやりたいって思うとさ、1匹でもペチって踏み潰されたらリセットしてみたいのやってたら30分ぐらいかかった気がするな。めちゃめちゃ大変だった。しかも結局青ピクミンじゃなくて光ピクミンだけでやった。青ピクミンと、あと光ピクミンとみたいな感じで攻撃してるとさ、そんなことをしてる間にやられちゃうから。よかったー、こいつ一番今のとこ難しかったかも。もっと難しいの出てくるのかな。もっと難しいのが出てくるよね、そりゃそうだよね。まだ 75% ですから。でも残りお宝13個。